ギリギリ間に合いました、配信。こんばんは。今日はイベントありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったんです。楽しすぎました。長崎出身の同じ同郷の同じ同郷日本語やばい同郷のひーちゃんともたくさん長崎トークをしました。さっきご飯食べながら楽しかった。ありがとう、来てくれて。また感想明日の配信などで話したいな。ありがとう。本当に平日の夜、昨日今日と平日の、ね、夜の時間帯にもかかわらずありがとうございました。とてもおかげさまでとても楽しい時間を過ごすことができました。こんばんは。今日はタコのお刺身を三ノ口っていうのかな、それを食べたくてそのお店を選んで入ったら、注文した時に売り切れですって言われた。売り切れですって言われたので食べれませんでした。悲しい、とても悲しい。人生初三ノ口と思ったら売り切れてた。サムギョプサルを食べました。うん、昨日よりはうまくいけた。もう壇上の時間、嘘、本当だ本当だ、もう58分だって。くるくると私が配信があるからって言ってみんなコンビニにも寄らずに、帰りコンビニダイスでも買おうとか言ったのに、くるくると私が配信するからって言って、もうみんな他のメンバーもマネージャーさんもみんな帰ってきてもらって、めっちゃ申し訳なかった。お時間ですか？早い早いよ。今日はキティが一緒でした。かわいい、水色のキティかわいい。これ伸びないか心配。大事にいきます。剥がされますか？嘘、もっと喋りたかった。また明日だね。また明日喋ろう。おやすみ。メール読んでて嬉しくなった。ありがとう、読んでくれて。また頑張りますね、これからも。おやすみなさい、また明日です。あと1分、壇上いけるかな。壇上13位、ちんさん。12位、もみじさん。11位、はるさん。10位、そらそやかさん。9位、まるさん。8位、すけおさん。7位、こうじさん。6位、じんないさん。5位、ひろし BKK さん。4位、かずさん。3位、りょうへいさん。2位、しゅんさん。1位、 Z さん。遅くにごめんね、遅い時間に申し訳ない。ありがとうございました。また明日のメールや配信でいろいろお話ししましょう。ありがとうございました。わー、また明日、ありがとう。おやすみなさい。ごめん、本当に遅い時間に通知行ってごめんね。ありがとうございました。バイバイ。明日はラジオです。